目を迂回してでした。めっちゃ時間かかって、はい、そうですね。でこれがスウェーデン統治で、はい、まあ、あの6分割というか3本スリット入れて、ここが6個あるやつが一般的なんですけど、はい、まあ、そっちの方が火つけやすいんですよ。その分燃え尽きやすい、うん、早いですよね、はい、で、うちのスウェーデン統治はそのできるだけ1時間ぐらい燃えてほしいので、あえてスリット2本のまあ、4分割のものにしてます。でこれ火つけるときに皆さん、あの火って下から上に行くから下の方でつけなきゃいけないと思うんですけど、ここで燃やすと上昇気流が入ってきて勢いよく空気が上っていくんですね。だから下に何か物詰めちゃうと空気の流れが悪くなる、逆に燃えないんです。なので、こういうものを刺して、で通常あのキャンプ場とかで小さい子とかに実験してもらうときには松ぼっくり集めてもらってきて、でティッシュとろうそくとその松ぼっくりで、あのこの上で松ぼっくりをいっぱい燃やすと上昇気流ができるので、今日はあのちょっと時間短縮のためこれをずっと追加し続けて、でもあの逆に風が強すぎると最初あの今こいつのおかげで火が大きくなってるけど、スウェーデントーチに乗り移ってすぐって火がちっちゃいんですよ。だからそういう時にこういううちわで仰いだり、あの吹いたり吹いたり吹い子で吹いたりすると火が飛んじゃって消えちゃう。だから育たんとダメ。そうなんです、そうなんです。だからじっとしておくっていうのがポイントです。もうこれ火ついてますね、はい、もうこれ完成形ですか。ほぼもうこれで消えることはないかな。で着火剤のが終わったら今度ジビエの肉を開けていきましょう。はい、はい、すげー。これがあのさっき言われてたジビエ料理の。そうですね、ジビエ肉の、はい専門店でミナミっていう会社ですね。でまあ焼いてみてください。ちょっと話して、そうですね、でまだあの凍ってるので風がこう来てるから、そっちの側の方がめっちゃ、いやめっちゃ熱いよ、こっちすごい熱いよ、よねびっくりする熱いよ。だって燃え方も全然違います。昔のイノシシの肉って本当に臭いんですよ。聞きますよね、臭いって。はい、なぜかっていうとその殺してすぐ血抜きをしないんですよ。あ、今だったんですか。できるスペースがないっていうんですか。あ、だけどあの今はその解体業者がもう設備持ってるんですね。だからその設備のそばで殺してすぐに処理する、30分、殺して30分以内に肉にする。あ、なるほど。でそうすることによって臭みがなくなって、正直言うと一般的なスーパーの豚肉より臭くない。すごい、横にも鍵が、そうですね、横から出た火が、ちょっとずつあの回しながらすごいことになって。違う、ここまで風が強くなかったらここまではそうなんです、行かないんですよね、はい、普通は。今外側は燃えない設計で作ってます。真ん中だけ残って、ここの外側が柱として残るので鍋とか置いとけるみたいな。さすがにちょっと今日は風が、今日はちょっと風が想定外、もうこれは結構いい感じ、クヨクランテを食べてみてください。いただきます。全然臭みないですね。そうですね、油甘い、うん、美味しい。結構その油のところがカリカリにちょっと焦げたりしてるといい感じですね、食感が。美味しい。何の肉かって言われないから分からないよね、うん、そうですねイノシシって言われなきゃ分からないけど、はい、全然臭みがない、はい、で、食べ終わったら入れてもらって再利用的
もう崩れ落ちちゃいましたね。すごい。でこうなってくるとちょっともうあとは単独の柱が周りの空気で燃えるみたいになるんで、だんだん火が落ち着いていって、すごい、はい、ちょっとこの崩れたところもあのおしゃれ、はい、いい情緒があるので撮っといてください。夜眺めたいわ、ずっと。ほんと綺麗ですね。この内側のこの溶岩みたいなこうミラミラした感じ。いいよ。こういうの。会社の門の時間もあるんで、ちょっとここで消させてもらって、あ、はい、まあこんな感じですっていう。ちょっとこれはもうお茶をかけて消します。おー、すごい。これはさすがにこれで一回もうやったじゃないですか、はい、で残った状態で水かけて消したりした後、また乾燥させてから使うってことは、まあ乾燥させて燃えることは無理です、うん、でも同じようになるかは、火はつけにくいと思いますね。だからまああのこういう状態になったら割って焚き火台で燃やしたりとか、またはそのこれをですね、今ここかけちゃいましたけど、ちゃんと残ってる状態だとその間に鉢植えとか、またはあの苔玉入れたりとかして、はい、オブジェで使う人もいます。なるほど。これ消すと全然気温が違うな。全然違う。あ、足元のこの辺の涼しいの今なんかすごい、はい、全然気温違うわ。全く違う。びっくりした。だからやっぱり冬キャンプで使ってるな。すごいあったかくなるんだこれ、はい、その代わりこのタイプで、燃えるのは1時間ぐらい。